フェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は中国語話者の方々が時々間違える日本語についてお話しします。少し前に私のインスタとフェイスブックで取り上げたのですが、結構反響があったので YouTube でもシェアしたいと思います。では早速ですが問題です。次の文は何が間違っていますか？意外が発生した時、119番に電話します。どう思いますか？まずこの意外という言葉の使い方が間違っていますね。中国語では意外という言葉は名詞として使えるのかもしれませんが、日本語の意外はな形容詞です。名詞にはなりません。ですから意外が発生するという言い方はできません。日本語なら意外なことという言い方はできることはできますね。でももう一度この文を見てください。ここで119番という電話番号が出てきていますね。119番は日本でも、今私が住んでいる台湾でも、救急車や消防車を呼ぶときにかける番号ですので、ちょっと意外なこととかちょっとびっくりすることがあったという意味ではなくて、これは事故、多分交通事故のことを言っていると思います。ですからこの文に関しては EY は交通事故と訳しても構わないと思います。でも中国語の EY には他の意味もありますよね。さっきも言いましたが、意外っていうのはそこまで深刻な意味はありません。ちょっと意外だな、ちょっとびっくりしたなという程度の意味です。じゃあ皆さんなら交通事故という意味以外に EY という言葉を日本語でどのように言い表しますか？例えばよく使うのは予想外のことという言い方です。そしてこれよりもう少し硬い言い方をすると、不測の事態ということもできます。書き言葉ではこの不測の事態はよく使われます。そして今回私は今話題のチャット GPT に翻訳させてみたのですが、チャット GPT が出した訳は予期しない事態でした。これもなかなかいい訳だと思います。はい、まずここまでで中国語の EY は日本語でどういうかについて考えました。事故とか予想外の出来事などいろいろな訳がありますね。では次は発生するという言葉について考えてみましょう。中国語のファッションは程度の軽いものから重いものまで、そして身近なことからあまり身近ではないことまで、本当にいろいろな場面で使うことができる言葉だと思います。そしておそらく子供でも使うことがある単語だと思います。でも日本語の発生するはそうではありません。日本語の発生するは客観的で深刻なことに使われることが多い言葉です。例えば地震が発生するとか津波が発生するのような固い文です。この発生するっていう言葉は普段はあまり使わないので、幼い子供たちはこの言葉を知らないかもしれません。ニュースや新聞でよく見ますね。また発生するは客観的だとさっき言いましたが、もし事故が発生しましたと言ったら、なんとなく自分とは関係がない、人事のような響きがあります。例えばニュースなどでニュースキャスターが、昨日市内で3件の事故が発生しましたということはできると思いますが、自分が事故に巻き込まれた場合は発生したという言葉はあまり使いません。じゃあどういう言葉を使ったらいいのかは後でお話しします。
もう一つ発生するはもともと何もなかったところに化学反応などによって現れる時に使うこともあります。例えば気流が発生するとか離側が発生するとか外注が発生するのような時に使います。なんとなく自分の力ではコントロール不可能なことっていうニュアンスが強いですね。ではもっと口語的な言い方として発生するの代わりにどんな言葉を使えばいいですか？そう、怒るですね。怒るなら自分の身近なことにも使えます。では一番初めに出てきたこの文、意外が発生した時119番に電話しますはどのように変えることができますか？そう、事故が起こった時119番に電話しますですね。このように言えばこの事故は話してから見て身近な感じがします。もちろんさっき出てきた地震や津波など大きなことにも使うことはできます。例えば地震が起こったとか津波が起こったということもできます。ですから大きなことは全部発生すると言わなければいけないわけではありません。ではここで問題です。起こると起きるはどう違いますか？確かに地震が起こったっていう言い方も聞きますが、地震が起きたっていう文も時々聞きますよね。これは今ではどちらを使っても大丈夫ということになっています。つまり地震が起こったでも地震が起きたでも正しいです。でも元々は起きるっていうのは横になっていた人や動物が起き上がる時とか、あと眠らない状態にある時に使っていました。つまり人とか動物が主語の時に起きるを使って、出来事とか感情などが主語の時には起こるを使うのが本来の使い方でした。でも今は出来事や感情が主語の時にも起きるを使うことができます。ただその逆はダメなんですね。例えば私は毎朝7時に起きるというのは大丈夫ですが、私は毎朝7時に起こるというのは間違いですので気をつけてください。はい、わかりましたか？時々私たちは外国語を話すときに母語の影響を受けてしまって少し不自然な言い方をしてしまうことがありますね。これからも日本語と中国語の違いについての動画を作っていきます。よかったらチャンネル登録しておいてくださいね。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。